日本サッカー協会、JAFA は15日、17日にキリンチャレンジカップ2023で日本代表と対戦するチュニジア代表の来日メンバーを発表した。カタールワールドカップ W 杯では2大会連続6度目の出場を果たしたチュニジア。ジャレル・カドリ監督は23名を選出。13日には韓国代表と対戦したが、4対0で敗戦となっていた。 今回のメンバーにはガンバ大阪の FW ・イッサム・ジェバリのほか、MF ・ハンニバルメーブリ・マンチェスター・ユナイテッドや FW ・ユセフ・ムサクニ、アル・アラビ、MF ・エーリス・スクヒリ、フランクフルト、MF ・アイ・サライドに、ウニオン・ベルリンなどを順当に選出している。日本とは2022年6月に対戦。パナソニック・スタジアム・スイタでの試合は、イッサム・ジェバリのゴールを含め例対3でチュニジアが勝利していた。 来日したチュニジア代表メンバーは以下の通り。チュニジア代表メンバー23名ゴールキーパー16。アイメンダーメン、アルハジム、サウジアラビア、1。ムエズアセン、クラブアフリカン、22。ベシルベンサイド、モナスティル、DF4。ヤシヌメリアー、エスペランス、ボアラーグラム、スファクシャン、12。アリマールル、アルアハリ、エジプト、21。ワジディケシリダ、 アトロミトス、ギリシャ、20。モハメド・ドレーガー、バーゼル、スイス、3。モンタサル・オマル・タルビ、ドリアン、フランス、13。アリアブディ、カーン、フランス、2。ヤンバレリ、アンジェ、フランス、MF15。モハメド・アリベン・ドムダーヌ、フェレンツバーロシュ、ハンガリー、6。ハムザ・ラフィア、レッチェ、イタリア、14。アイサライドニ、ウニオン・ベルリン、ドイツ、17。 エリス・スクヒリフランクフルト、ドイツ、10。ハンニバル・メーブリ、マンチェスター・ユナイテッド、イングランド。FW8、アニス・ベン・スリマン、シェフィールド・ユナイテッド、イングランド、18。セーフル・タイエーフ、ビンター・トゥール、スイス、11。エリアス・アシュリ、コペンハーゲン、デンマーク、9。イッサム・ジェバリ、ガンバ・大阪、日本、7。ユセフ・ムサクニ、アル・アラビ、カタール、23。 ナイムスリティ、アルアハリ、カタール、19。ハイタムジュイーニ、スタッドチュニジアン。